サムさん、近畿大学行ってみたいと思います。本日はですね、空所補充問題。今日もさん、6問全部行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サムさん、全体像でございます。これぐらいの長さだと思っていただけるとよろしいかと思います。サムさん、第一段落でございます。このタイミングで答えをですね、出していただいてもよろしいかと思いますが、絞りきれない可能性もちょっとありますので、次の段落、第二段落から本格的に行ってみたいと思います。サミさん、第二段落でございます。空欄9番と10番ですね。これ皆さん、選択肢絞りきれるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、まず皆さん9番でございますが、左側 to がくっついておりますので、おそらく動詞の原型をですね、選択肢の中から探していただいているかと思いますし、もう一つは後ろ ザッと説ですよね。これが取れるものと考えていただけると一つに絞れますね。もちろん正解は A ですよね。 ノーとザットで何々に注目するという意味があったかと思います。バッチリですね。さあ、続いて空欄10番でございますが、皆さんまず左側にあがついておりますので、足す名詞という点とですね、あとは皆さん意味内容上この波線引っ張ったところですね、戦争に勝利をしているというところから選べるかと思います。もちろん正解はいということでよろしいかと思います。皆さん もちろんフォースは力ですよね。名詞として存在しておりますし、戦争に勝利するということですから、それほど力があるというふうにも考えることができるかと思います。サミさん、第3段落でございます。空欄11番と12番考えていただけるとよろしいかと思います。です。まず空欄11番でございますが、皆さん左側にざっと説ありますよね。ということで皆さん、このベテランズが主語で、空欄11番が動詞になってくるんではなかろうかということですね。そして皆さん、もちろん時制はこちら、はがございますので、過去時制ということでいけるかと思います。ですから正解は空ですよね。サポーティット。動詞の過去時制ということでよろしいかと思います。で、皆さん、空欄12番ですが、皆さん、左側に and がありますので、その and の前後で同じ形、同類の内容が入ってくるかと思います。そして皆さん、pay ということですからね、お金の話をしておりますので、いけそうですね。ですから正解は car ですよね。ペンションズであれば、年金ということでよろしいかと思います。サミさん、第1段落に戻ってきました。選択肢絞れておりますので、これでやりやすくなってるんじゃないかなという感じがします。で、皆さん、分かりやすいのは空欄8番の方かと思いますので、そっちからいきますね。で、皆さん、一つヒントは、ワンオブと文頭に書いてますね。ということで皆さん、ワンオブの後ろは複数名詞になるはずでございますので、うかおということでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん正解は、うのイシューズ、問題ということでよろしいかと思います。もちろん意味から考えていただいてもいいでしょうし、皆さん、オポチュニティーズであれば、後ろ、トゥー停止やってみますからね。ですから、今回は空欄8番の右側にトゥー不定詞がないので、そういったところから削っていただいてもよろしいかと思います。となってくると皆さん、空欄7番は、あーかきーかということでよろしいかと思います。で、皆さん、木のプランであれば、皆さん、プラン計画するということでございますので、それと未来のお話がやってくるはずですが、皆さん、空欄7番の、例えば、文末のところまで見ていただけますと、過去時制、こっちも過去時制ですね。過去時制で統一されておりますので、特に未来の内容を示す内容は含まれておりませんので、木はダメだろうというところですね。ですから、選択肢のあ、ディスアグリーメントでバチです。サムさん、お疲れ様でございました。
では、近畿大学の空所補充問題でございますが、皆さん、単語、熟語、文法の力と内容を把握する力ですね。これは皆さん、総合的に試す良問だったかと思います。で、皆さん、まあ、このあたりは、いろんな過去問をやることによって大丈夫かと思いますが、皆さん、単語、熟語、文法をですね、今日皆さん、お伝えしたような情報が分かってるかどうかですよね。特に皆さん、ワンログの後ろ複数名詞とか、ノートと言われたら後ろざっと説取りますよねとか、オポチュニティと来たら後ろトゥー不定詞取りますよねとかいうことですね。ですから、このあたりのところもやはり文法力となってくるかと思いますので、皆さんもしこの後よろしければ、ノートを取っていただいてですね。で、ノートを取った後は、いつも通りこれですね。赤シートで隠してスラスラ言えるというところは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ですから、こういったところもですね、実はこの矢田氏とスタディではまとめて、いきたいと思いますので、皆さんもこのあたり、しっかり押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。